皆さんこんにちは、トゥリー&ノーフの徳本です。井川です。はい、もう早いもんでね、今年ももう間もなく年末を迎えようとしてます。で、今日はこの1年間頑張ってくれたね、農機具たち、まあ、この特にトラクターですね、トラクターを、年末しっかりきれいにしてやって、まあ、メンテナンスして年越しを迎えたいと思ってますが、今日はですね、その我々がまあトラクターをこれからも洗浄するんですが、それのまあ実際僕たちがやってるポイントの様子とかね、そのあたりをご説明できればと思ってます。ホース出します。でですね、農機具とかトラクターの洗浄っていうのはやっぱ土がめちゃくちゃ付着するんで、基本的には水圧よりは水量の方を我々は重視してます。なんで必ずこういうエンジンポンプを使うんですが、自分たちがメインで使ってるのはですね、この 1.5 インチですね、38ミリ系のこのホンダのフォーサイクルのエンジンと、あとこれは常設で使ってるんですが、これは更新の2インチのポンプですね。更新もね、本当に今コスパは最高なんで、まあこういう形で今もう2年目ですけど全然使ってます。で、今回洗浄ではこのホンダの 1.5 インチのエンジンポンプを使って洗浄してみたいと思うんですが、本当はね、もう一個1インチの25ミリのポンプとかも使いやすいんだけど、結構これで僕らはもう一個ね、ブームスプレーヤーを遠くに行った時にこれで河川から補給するっていうやり方で使っていて、まあ、こっちの方がいろいろ僕らとしては汎用性があるということで、この 1.5 インチをメインで洗浄用で使ってます。で、この筒先はですね、このアルミ製のこの可変ノズルですね、ストレートとこう散水ができる形になっているもので、これで実際にやります。で、まあ、結構軽量なんでね、やりやすいっていう感じです。で、僕実はですね、昔消防士やってた、5年間消防士やってました。この筒先を燃えるとね、結構燃えるんです。なんで昔はもう本当にこういう形でこれぐらいのこの鋭角でね、この木に向かってホース出します！ってこうやって水を出して、まあ、こういうのは時代もあるんで、一応昔思い出します。で、さっき言ったこの水量と水圧でいかに洗浄力が変わるのかっていうのですね、このケルヒャーのこれ高圧洗浄機なんですが、それと比較して実際にこのロータリーのべったりね、土をついた状態を実際に洗浄して比べてみたいと思います。はい、今見ていただいたようにやっぱ水量と水圧では全然土の落ち方が違います。まあ、でもかなりこびりついて硬くなってる土なので、やっぱあれぐらいの水量の力がないと、やっぱりそのケルヒャーの、まあ、今回は家庭用のケルヒャーなんであれなんですが、ここまで土がこびりついてると、まあ、ほとんどやっぱり落ちないっていうのが実情で、やっぱり一回さっきみたいな水量である程度洗落とし、してまあ、細かい仕上げはね、まあ、ケリヒャでもいいかもしれないですけど、まあ、ここぐらい、まあ、これぐらい違いがあるということですね。はい、でですね、まあ、洗車が始まりました。ですごい、まあ、ポイントっていうわけじゃないんですけど、まあ、僕らが注意している点としては、基本トラクターってこの足回りとかホイール周りにかなり泥が付着するので、まず最初にそっちをしっかり落としてやるという形ですね。なので今みたいにこう潜り込んで、足回り、車身回りにこびりついた泥をしっかり落とすと。で、そこが綺麗になった後から上の方のボディをですね、洗い流して全体を綺麗にしてやるっていう感じですね。最初に上からこう綺麗にしていって最後足回りにすると、最後の足回り流した時にその泥がまた飛んで上に付着してですね、結局また上も洗い流すっていう形になっちゃうんで、まあ、我々は基本的にはその足回り下の方から一回落として洗車するっていう流れでやってます。まあ、特に外車のこのニューホランドなんかもそうなんですけど、足回りとかシールに関してはその水田とか入ることがあまり想定されてないので、なるべくこういう泥、湿原に入った後に泥がすごいついた時はこまめに普段から洗い流してあげてた方が長持ちするですね。なのでなるべく、まあ、僕らは結構この特に外車に関しては足回りはこまめに洗うようにしています。
で、このシャンプーワックスでの洗車は、まあ、普段そんなにやるわけじゃないんですけど、やっぱりワックス入りの洗剤でボディを流してやることによって、まあ、汚れが付着しづらくなるので、本当はね毎回こういう形でワックスシャンプーでも洗って流してあげた方がいいなと思ってるんですが、まあ、今回はもう年末ということで、ね、まあ、しっかり洗ってあげようということでワックスシャンプーもしっかりかけてます。まあ、こうやってね綺麗になるっていうのは本当気持ちいいですよね。まあ、やっぱトラクターにね、ありがとう、ありがとう今年1年、まあ、この気持ちを込めてね、ちゃんと愛情を込めて洗うっていうことも、ね、もちろん大切なことであります。はい、というわけでですね、トラクターがもう綺麗さっぱりいたしましたね。井川さんすっきりしましたね。はい、なんかごっつい濡れてますけどどうしたんですか。あの跳ね返りの水がですねだいぶかかりましてさすがにこれだけ水量があるとね、はい、ドカーンとこうもらう分もあるんですが、でもそれ以上にやっぱトラクターがこれだけスピーディーに綺麗になるっていうのはね、まあ、いいっすよね。いいっすね、早いっすね、かなりね。はい、なんでこのトラクターも綺麗になりましたんで、我々もこれでスカッとした気持ちでね、年越しを迎えられそうですね。はい、というわけで、では皆さんまた次回お会いしましょう。